皆さんこんにちは、大君 TV のお時間です。今日はですね、台湾で起業をしている経営者の矢崎誠さんに来ていただいて、はい、こんばんは。大君 TV 記念すべき一発目のはしご酒をやっていきたいと思います。一発目、一発目です。光栄ですね、これ。はい、ということでちゃんと紹介します。矢崎誠さんです。どうもです。よろしくお願いします。お願いします。あのね、ちょっとお酒入ってるんですけど、すでにそのくらいの方が滑舌いろいろ気出せるかなと思って飲んでからスタートしようっていうことね。はい、はい、ちなみに僕より台湾経験がすごく長いんで、いろいろ台湾のこと興味ある人は最後まで見てくれると、いろんな情報ゲットできると思います。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。うん、二人はどうやって知り合ったんですか？二人の出会いを聞きたいです。あっちゃん、洋食あっちゃん、洋食屋あっちゃんっていうね、うん、お店があって、一人で、あ、違う、あの日は一人じゃなかった。俺は台湾人の友達と行って、そう、俺は日本から来た出張者と一緒に飯を食いに行った。 で、うん、で、その洋食屋のオーナーのあっちゃんっていう女性の方が紹介してくれて、紹介してくれて、そっからだね、ずっと。でちょうどあの髪切る人探してたからね。そうです。もともとね、切ってもらってた人が、うん、帰ったと思う。あー、それね、海外ある、ね、いやどうしようって思ってた時にちょうど知り合ったから、あ、こりゃいいやって思って、うん、あー、そうね、うん、ちょっと試してみようかなって、ね、そうそれがね、そこから今何年、俺オープンして丸6年経ったから、6年ぐらいだね。6年経ってるのにずっと髪の毛が短いね。切ってるからね。切ってるからね。ところで、台湾に来たきっかけって何だった？台湾はまず初めになかなかね、これ、あの、台湾に住んでる日本人がやり遂げてない駐在、現地採用、うん、企業、これを全部やりました。うわ、これはね、なかなかね、いないのかなと。っていうことは、まず日本で働いてた会社から駐在で台湾に来たんだ。 それが2006年からの3年間。はい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 、うん、最初は駐在で来たんですか？そう、初めは駐在で来たの。それ何歳の時に？28の時だね。ところで今おいくつ？今年ね、44になる。あ、もう、うん、いい年ですね。あの、油の乗ったうるさいよ。で、28で来て3年間その会社で働いて、で、1回帰ったの。で、1年半後に日本の会社を辞めて、うん、もう1回台湾に来た。なぜ？なんか落ちた、なんか落ちた。なんだ。今なんか効果音入れてないよ。なぜ？編集で入れたわけじゃないんだけど。え、ちなみになんで辞めてまた来たの？理由はね、3つある。まあ、まず今やってる仕事から話をしたっていうかもしれないんだけど、今やってる仕事は日本の自治体とか企業が台湾人に対して日本の観光プロモーションをする。はいはいはい、日本に来てくださいと、台湾人で、そのプロモーションを現地でサポート、お手伝いをする。ああ、なるほどね、うん、要するに日本を宣伝する仕事。そうで、すごい好きになったこの仕事が、うんうんうん、で、これずっとやっていきたいなって思ったんだけど、うん、まあ、当時いた会社は僕 JR北海道、JR 北海道でその仕事をね。 JR 北海道から台湾に来たんですか、駐在で？そう、史上初だから、ね、っぱ使ってから JR にいる時から、まあ、そのインバウンドの担当をやってて、その延長線上で駐在で台湾に来たと。で、このインバウンドの仕事を ね、まあ、ずっとやっていきたいなって思ったんだけど、うんうん、まあ、JR ってやっぱりね、大きな組織だから絶対に移動もあるし、うんうん、転勤もあるし、うん、上司からも、まあ、お前もその仕事をずっとできると思うなよとこんな感じで言われてて、やっぱり自分の中でちょっともやもやしたっていうのがまず一体、はいはいはい、で、2つ目はやっぱりね、台湾のこの3年間の生活で、うん、やっぱりね、台湾のいろんなこう人情味とか、あるよね、自分のキャラがやっぱ台湾に合ってんじゃないかっていうのを感じた。居心地が良かったんだ。そう、これが2つ目で、3つ目は、あの、自分の中国語がどんどん下手くそになってた、うん、あ、日本に帰ったことによって。あ、で、それはなんかもったいない、ちょっと自分の危機感とね、もったいなさを感じて、この3つの理由で日本に帰って1年。え、4つ目が一番あるでしょ。4つ目も、4つ目ない、え、この3つ目嘘つけ。何よ、チャンネルとかいや、これ結構言われるんだけど、なんか女の子が可愛いからとかじゃないの？それはないね。あの、北海道の女の子が今非常に本当に女の子なら誰でも言えない、どこの国の人違う違う違う、それはない。あの、ルーちゃんのビアガールとか、俺が台湾で初めに付き合った彼女が本当にね、その3つの理由で、やっぱりあの、
もう一回台湾でチャレンジしたいなっていうのがあって、うん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 、まあ日本の会社を辞めて JR 辞めて台湾の広告会社に転職。広告会社ね。え、現地採用？でもだって JR って当時で言ったら相当大企業なわけじゃないですか。うん、そこの駐在まで行って、だってもう JR 初の駐在員ぐらいの感じですよね。うん、まあそういうことだよね。だそこまでのポジションまで行って辞めてまで台湾にまた戻りたいっていうのはすごい勇気ですね。やっぱりね、その仕事の内容とやっぱり台湾が好きだったっていうこの2つが非常に。だもし台湾と北海道が、うん、JR の JR 線でつながってたらやめなくてもよかったいや、でもね、台湾本当に多いんですよ。なんか台湾マジックじゃないけど、台湾に駐在できて台湾が好きになりすぎちゃって台湾で生活したいってなって起業する人とかすごい多い。え、じゃあ帰ってきて現地採用で、そう、なんで現地採用にまずしたのか、うん、で今は起業してるわけだけど、起業せずにまず現地採用という手段というか方法を選んだのって何だよ。まず第一目標はとにかく台湾に戻ってきたいと。うん、うん、もうまずそこが戻りたいっていうのね。でこの仕事をやりたいと、うん、そうなるとやっぱりまだ当時そこまで人脈とか経験がない中で、あとまだ言葉もね、はいはいはい、劣化したし、まだそこまでね仕事でがっつり使うっていうこともしてなかったから。現地採用の会社の業種っていうのは広告会社。あ、広告会社か。でそこでもちろんそのインバウンドプロモーションの仕事をやりたいと、うん、はい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 、はい、それで戻ってきましたと。2010年の10月。2010年10月。ああ、俺が、あ、俺まだ東京だわ、うん、表参道でブシバシやってる時や、トモもで、ね、やっぱりね、まあ、戻ってきて、やっぱ現地採用。要するにその生活水準ももちろん一回下がる。だからやっぱり一番覚えてるのが、部屋。部屋。部屋。うん、部屋がどんな部屋に。いや、もうね、アパホテルみたいなとこですね。あの、ワンルームみたいな。そう、ワンルームにもベッドがあって終わり。なんか台湾の家って無駄にベッドだけでかいから。あ、もうね、それはわかる。わかる。一人暮らしなのに、なんでこの狭い部屋にダブルベッドがある。ワンルームなのに、めっちゃベッドだけでかい。ベッドだけで。で、本当になんかベッドがあって、デスクがあって、終わり。あー。あとは、まあ、バスユニットがあって終わりみたいな。でもそれでもやっぱり楽しかった。帰ってこれて嬉しかったけど。嬉しかった、うん。やっぱりそこの現実とかを見始めて、あー、ちょっとあれって。来る前はそこまで加味してなかったのね。ある程度の覚悟はしてたけど、実際にやっぱ狭い部屋に住んだ。で、あとね、もう一個ね、事件じゃないんだけど、俺の中ではすごい事件があって、うん、これ忘れられないことがあったんだけど、うん、バーかなんかで、はい、日本人が集まっての誕生日パーティーがあったと、うん、で、俺参加したい。それで、まあ、会費始めに払いましたと、うん、で、まあ、結構ね、盛り上がって、なんか酒とかガンガン追加な状態になってきた時に、幹事がね、ちょっと酒の量が増えちゃったから、皆さんちょっと追加でもうちょっとお金いただきますって話になった時に、僕よりね、まだ10個以上下だったね、幹事が、うん、で、彼がお金集めて回ってる時に、あ、真子さん現地採用だからいいですって言われたんだ。言われたすげえなんか嫌だな、それ。俺ね、すごいショックだよ。ショックですよね。いやいや、ね、言ったって宣言とかそんな、うんうんうん、払えるんですけど、ね、いや俺、あ、こういう風に見られてる。要するに現地採用がそういう風に台湾では見られてる、見られてるんだと、この日本人の世界の中で。これね、結構言われると思わなくて、まあそれ以来ね、あんまり、まあ、日本人とは付き合うの、まあね、めんどくさいからね。確かに。結局そこっすか。いや、またそれがきっかけでもないんだけど。結構海外にいる、俺上海にいたんだけど、上海にいた時もそうだけど、どこの会社に勤めてるかとかみんなやっぱ聞くんだよね。うん、うん、で、それでちょっと測るじゃないけど、あ、うん、人は多いかなと思ってたね。この一つだよね、典型のね。そうだからね、その住んでたところが狭いっていうのもあったし、うん、で、あとやっぱり忘れられないのがね、帰ってきて半年で東日本大震災だった。おお、だからあの時に今211か311 311 薄いのがもう完全に真見えだったこれちょっと撮り直した方がいいんじゃないかで、やっぱりね、その時に案件が一気になくなって、うんうんうん、せっかくね、ちょっとやっと半年経って慣れ始めてきてた時に、やっぱりそういう状態になって、まあちょっと初めはちょっときつかったかな、うん、いろんなことが重なって、うん、
ちょっと聞きたいのが、現地採用で駐在の時より良かったことは何かある？ないないない、ちょっと待って、これ使えるから、これ使えないか、これやめとこうか。よかったこと、日本の時より自由に仕事できたっていうのはあるんですよね。なるほどね。結局日本人が自分しかいないし、日本のクライアントとこうガチで仕事できるのは自分しかいないから、うん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 、ね、そこは上司も口出してこないし、うんうん、そこはまあ自由というか、まあ、そこに関してはストレスなしで、うん、ね、結構自分の裁量でいろいろできたみたいな、うん、それはあると。で、実はね、まあ、3年目の時に、現地採用4年いたんだよ、うん、この会社に。3年目の時に他の会社から結構お声がかかって、うん、ヘッドハンティング、うんうん、うちに来ないか、うちに来ないか。で、その中のね、1社が、まあ、結構いいなと思って、もうね、辞める寸前まで、あ、その3年目の時にそう、なったんだけど、その会社の、まあね、社長にその話をしたら、うん、いや、待ってくれ、いくら欲しいんだと、うん、言われて、出すから残ってくれ、出すから残ってくれと。そう、それで、まあ、給料を上げてもらって、で、まあ、ちゃんとボーナスもしっかり計算してつけてもらうようにして、はいはいはい、でね、あと一個大きかったことがあるのね、うん、その後の企業につながる大きなことがあって、うんうん、ちゃんと日本の部門をこれから作って、アシスタントを1人つけると、で、全部あなたの業績をその計算をするから、うんうん、要は自分のところの部門の収入と出ていくコストっていうのをしっかり管理してねと、はいはいはい、要は独立採算制をその時に取ったと。だからやっぱり社長としては辞めてほしくないから、うん、伸び伸びできる環境をより提供して残ってほしかったのね。そう。あ、で、その後何が分かったかっていうと、うん、あ、この仕事ってこれぐらいのコストがかかって、これぐらいの収益があるんだって、ね、内訳がはっきりと分かったのね。はっきりと分かるようになった。これまでは見えなかった。それがもしかして起業したきっかけ。だからこの3年目のこの独立採算制になったっていうのはすごい大きな転機、きっかけだね、うん。ああ、そうかそうか。だから社長によっては良くも悪くもきっかけ与えてしまったとっていうことですね。そうです。ああ、で、4年目で起業した。起業に踏み切った。丸4年仕事して、まあ、起業したね。でもちゃんとね、半年前にちゃんと社長に話して、うん、ここはちょっと日本人っぽくない、ちゃんと人気を聞いて。なるほどね、うん。じゃあちゃんと今もいい関係の。そうね、普通に会えばお話して、全然。で、現地採用の時の給料とかやっぱ全然違うんですか？やっぱ駐在とか起業したとか、うん、全然違う。ね、自分の場合違ったんだけど、まあ、結構話周りの駐在に聞くのは、日本の給料と、まあ、台湾の給料を、まあ、ダブルでもらえると。おー。で、あー、駐在員は、で、あとはそう、駐在員、うん、で、あとはやっぱり大きいのが家賃、うん、家賃の補助、家賃も全部会社持ちと。ああ、やっぱりそこが、だそれある意味給料って一緒だもん。そう、そこも給料だもん。でもやっぱね、現地採用になったらもう給料終了、うん、それだけ。だからそこで全部でしょ、家賃から何から。そしたらやっぱり残らんよ。それは大変だよね。うち、トモは現地採用でしょ、もう食費、生活費、うん、家賃、うん、全部俺出してる。出してない。嘘つくな。全部つくな。全部だ。社長だ。駐在員タイプいいぞこれ。お金持ちだよ。え、じゃあその起業に踏み切ったわけじゃん。うん、だから起業して良かったこととか、あと例えば起業するにあたって大変だったこととか、あとはほら日本にはさ、その海外で起業してみたいって人とかいっぱいいると思うんだけど、まあそのそういう経験談、うん、ちょっと教えてほしい。そうね、まず起業することの時はやっぱりね、自分ですごい調べたかな。で、ありがたかったのはね、台湾で、まあ、自分みたいにこう起業した人の体験談がちゃんと日本語で書かれてて、うん、日本人が台湾で起業するにはどんなことをしなきゃいけない、やんなきゃいけないこととか、どんな手続きが踏まれるかとか、どんなスキームでやっていくかっていうのが全部書いてあって、うんうんうん、そこ
を探し当てられたっていうのはすごい良かったかな。で、まあ、結局はあのまあ、もちろんね、会計事務所に頼んだんだけど、全部自分の中国語でやった。あ、そう。で、それもね、また良かったんだけど、そこは中国語でちゃんとやったから、うん、25,000元で会社をね、起こせた。まあね、9万円、10万円、日本円で言うと9万円、10万円なんだけど、やっぱ後から聞いたらね、あの日本語でフルサービスやってくれるところって40万円ぐらい。いやそれはそうでしょ。俺そうだ、俺は日本の友達やってもらったから、まあそれは自分の中でもしっかり受け入れてたから良かったんだけど、安心だったし、俺は9万元、9万5千元ぐらいでしょ。そうだから、やっぱここはね、やっぱ自分でちゃんと言葉使えといてよかったなっていうのは。会社設立がね、そんだけコストを抑えられるとね、いいよね。そうね。で、あとはまあ物件探しとかいろいろ面倒くさいこといっぱいあったけど、ね、もう本当会社オープンした時机もなかったから、なんか棚みたいなところでパソコンやって、もうとりあえずオフィスじゃないけど、空っぽの一つ箱借りて、そう、空っぽの箱の端っこにね、なんかね、棚みたいなのだけは据え付けで、そこでこうパソコン。なるほどね。最初の社員は何人？1人。あ、もう1人スタートだ。うん、だもう2人、あ、1人というか、まあ、社員1人。あ、社員1人、自分1人。いやすごいっすね。すごいね。だその、例えば日本語しかできない人がやる場合は、そこにさらに通訳の人が入って、っていういろんなコストがかかっちゃうけど、中国語が結構できたから、まあまあそうね、自分プラス台湾人、もちろん台湾人も日本語喋れるね。それで今は何年？今は7年目だね。だからね、もう7年間やってきて、うん、なんかすげえ面白いエピソードね。そうね、やっぱ大変だったって、あのすぐ辞める社員がいるっていうのは、あれはね、うん、それはもう美容業界も一緒です。アルバイト感覚で来てるような感じだね。うん、1週間以内で辞める人やっぱいっぱいいるし。1週間で、うん、その日に、まあ、その日の夜に辞めちゃう人。そうだね、それはね、うちなかったけど、でも1ヶ月で辞めてた人、1ヶ月持てばもういいよ。だってもうそれ高校生のバイトでしょ。高校生のバイトかっていうね。そうだから、会社に入るっていうことの意味を、日本人と台湾の人はやっぱりちょっと感覚が違うんだろうね。うん、うん、どの業界もあるけど、人が簡単に辞めるっていう意味ではね、うん、あの後腐れないはない、うん、辞めるのが早いからこそ逆に、うん、残る子は残るしね。ね、じゃあ最後にね、ちょっと聞きたいんですけど、うん、今はまあ日本にいる、あの起業してみたいなって人、海外に興味がある人とかにちょっと話してほしいんですけど、うん、今ズバリ台湾、まあ例えば僕らは台湾だけどね、台湾にビジネスチャンスはありますか？まあ、正直あると思う。うん、なんだけど、あのやっぱりね、経営者っていろんなタイプの人がいて、やっぱりこの独創的で、やっぱこうアイデアが浮かんできて、どうやってね、こうマネジメントをボン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 やっていくかっていうタイプの人だったら、あんまり言葉できなくても、ね、そういう人たちだったら全然いけると思う。ただ、うん、自分みたいになんかこう好きなこととか得意なことがあって、それを自分でやっていかなきゃいけないっていうタイプの人だと、やっぱり言葉の問題もあるし、あ、そういう風になるとやっぱり相当頑張らないと、ちょっと苦労するだろうねっていうね。自分はあんまりあの経営者、いわゆるあのアイデアがポンポン浮かぶ経営者じゃないから、うん、できることを自分でやっている、そういうタイプだから、もし自分が中国語喋れなかったら、まあ無理だろうね。企業は台湾で。なるほどね、うん、あ、じゃあ感覚派タイプじゃないんだ。そう、あ、まあでもじゃあ今企業台湾でして、うん、もう後悔なくめっちゃ楽しいみたいな感じだね。コロナがね、まあ、コロナでだいぶ苦しめられてますから。観光関係はね、なんか台湾で違う副業しようと今企んでますから、ね、やりますわ。もう やらないと本当厳しい。じゃあその時はあの一緒になんかしようかね。そうね、あの夜市にあの屋台出しましょう。あ、いいね。じゃあ夜市に屋台出したら、あのまた動画作ります。ということで、はい、今日はありがとうございました。いろいろ聞けてよかったっす。ありがとうございました。またね、いろんな話聞かせてください。また見てねー。